どうもお疲れ様です。人生において一番若いのは今日であるみたいな言葉ね、最初は当たり前だろうぐらいにしか思わなかったんですけども、その重みがね日々積み重なっていく、そんな気持ちを持っているのが今の私の感想ですね。やっぱりね、3年前からこれ始めていったらどうなったのかなとかね、5年前からやってたらどうなのかなっていうことを考えると、いや本当にね、なんか取り返しのつかない時間を過ぎてしまったような気もしますし、いやいや3年後から始めるよりも今日からだろう、5年後から始めるよりも今日からだろうみたいに、ね、思うところもあったりとかね、まあ様々と思いは募るわけですけども、皆さんどうですかね。一つ FX を例にとってみたいと思いますけども、 FX を5年前からみっちりとそれ一本で始めていたら、今頃 FX で多分ね日々稼いでると思いますよ。さすがにね、5年間毎日 FX だけやって稼げない人っていないと思いますんでね。ただ実際は5年前には5年前の事情、3年前には3年前の事情で、いろいろと忙しくて FX ができませんでしたとかね、 FX やってみたんだけども、だんだんとやる時間が持てなくなっちゃって、目先のことを追っかけていったら今日に来ちゃったっていう形で、かつてね思い描いていた夢とか目標ってのを置き去りにすることって結構ね、40とか50になってくると多いですよね。でそれはこれからももっともっとそうなるんですよ。まあなんせこれからね、私の場合でしたらキックボクシングを始めて、まあ大体7、8ヶ月になるんですよ。でもね、それだけをやってきたわけじゃないんですよ、ね、練習時間が足りないといえば全然足りませんよ。それはだって7ヶ月とか8ヶ月あったけども、朝から晩までとは言いませんけども、1日に2、3時間それだけやってきたんですかったら、とてもできないじゃないですか。特に体力を使うんで、一生懸命やった後ってちょっと休みがね、その後1時間なり2時間必要なんですよ。食欲も変わってきます。そうなると練習ができる日とできない日って明確に分かれるんですよ。じゃあどっちが多いかって言ったらできない日が多いわけですよね、まあ、せいぜいレッスン時間に間に合わせるのがやっとってのが多くの方の気持ちであると思いますし、例えばジムに通うってことを考えても、ジムに行かなくちゃいけないですよね。帰ってこなくちゃいけないですよね。着替えとか持ち物もありますよね。そう考えていくと、たった1時間の練習時間、週に1回1時間の練習時間だったとしても、その1時間に付随するものが結構ね取り巻いて、あ今日はやめとこうかっていう風になっちゃうことって多いと思うんですよ。でその連続で何年も経っちゃうんですよね、まあ、だからね、まあ、私は思うんですけども、今までできなかったことがたくさんあるっていう風に思い出せば思い出すほどね、そんな思い出してる時間使うよりも、その中の一つでも今日10分でもやってみたらどうかなと。で人間の習慣ってね、大体3週間無理やり連続するとそれが習慣になるらしいんですよ。私もいろんな意味でそれを実感してきたんですけども、やる習慣がつくとね、やらない習慣にそれが切り替わるってことは逆にもあんまりなくって、習慣ってのは本当に、私たちの暮らしを支配しますんでね、だから今私は月曜日と金曜日ずっとねリモートでレッスン受けていたんですけども、特に金曜日ですよね。金曜日は私一人に向けたトレーニングではなくて、全体に向けてのものなんで、この日は休めないなとかね、まあ、あるわけですから。必ず月曜日は私が選択しない限りは出てこないんですけども、でも金曜日は必ずやってくるんで、4時からスタートってことはね、前の日にもうコンディション整えて、明日レッスンを棒に振らないようにしないといけないなとか、体に痛いところはないかなとか、レッスンを受けるべき自分の部屋は片付いてるかなとかね、空気の入れ替えしてるかなとか、トレーニングで着る服あるかなっていろいろ考えるわけですよ。で一つの何か行動に対してそうやって付随する行動がたくさんあるから、だんだん人はやらなくなってくるんですけども、そうなるとなるべくスッと始めてスッと終われるように整理整頓しないとなみたいなことも起きてくるわけですよね。でそれはだから FX の話でも同じで、いつでも FX ができるように、MT4 っていうねインジケーターあるんですけども、それを開いておくこととか、常にドルとか円を意識するために、日経平均株価は少なくともたびたび見るように、それはスマホでもできますからね。そこでスマホを見るわけなんですよ。スマホでたまに、価格をチェックするということです。で実際のエントリーはパソコンでしますので、あ今日はトレードするぞと思ったら、トレードをするような前の日の過ごし方になるし、朝のスタートになるし、日中の過ごし方になるし、夜の終わり方になると思うんですよ。そうやって型を作ることによって、習慣は習慣化していくのかなっていうところですね、思うこといろいろまだありますけども、今日はこの辺にしときましょうかね、なかなかこれ一本というわけにいかないんで、
あらゆるものを両立しながらやっていかないといけないところに50代のなんか時間のなさっていうのがあるんでしょうね、きっとね、うん、だからね、誰かと揉めたらね、その揉めたことの解決にも時間とか意識使うんで、揉めそうになったら私が悪くございましたって言ってね、ことを済ませるのが一番だと思うんですよ。でお互い余裕ができて、そういうふうにね、まあ、和解した後での方がいいのかなと思いますし、何でもポンポンね、和解を目的に謝罪すると、まあ、愛想を尽かして去っていく人もいると思うんですけども、それはそれでまあ一つね整理ができますんでね。はい、じゃあこんなところにしておきましょうか。はい、深夜の雑談でございました。はい、お疲れ様です。